おはようございます。釣り子 TV です。これね、アダスタっていうメーカーのジャックスパイカー130というルアーなんですけども、今回名古屋のキープキャストに行ったところですね、かっこいいブースがありまして、なんかいろいろとですね、ルアーとか撮影させてもらって、で YouTube なんかもやってるんですよなんてお話をしたら、あーもうね、そういう YouTube とかでいろいろこういった新しいルアーとか PR していきたいっていうことで、なんとですね、いくつかルアーをいただくことができちゃったんですね。なんでまあこういう感じでまあ紹介もしつつ、あとは実際の釣りの方でもね、使ってみながらご紹介していければななんていうふうに思うんですけど、まずはですね、そのキープキャストでのブースの模様をご覧ください。これバイクの顔をモチーフにしたルアーで、はい、この下が多分メインカラーのちょっと見えづらいんですけど、これがジャックスパイカー130っていうルアーで、サスペンド見えます。はい、でもちょっとアクションも割と巻いてもらったら分かるんですけど、ハイアピールの、はい、ちょっとロールが結構ゴリゴリと入るような、ジャックスパイカーって名前の通りジャークで使っていただくものなんですけど、あと次、まあ、ちょっとざっくり引っちゃうんですけど、これです、トゥイッチシャイナーっていう、でこれちょっと寄ってもらったら分かりますけど、リップの形が尖ったものとあっちの丸いものがあって、丸いものはジャンパーという名前のタイプのもので、トゥイッチとか、ジャークにすごい飛ぶようなルアーですね、そっちに特化したもので、こっちの尖ったものはライナーという、はい、直進性のリトリーブにすごいタイトな動きができる、ちょっとでヌルヌル系のカチカチがちょっと動くようなもの、まあ、どっちもトゥイッチも、リトリーブもできるんですけど、ちょっとアクションが違うよっていうところを使い分けてもらったんです、はい、これはフローティングのモデルですね。あと新製品でいうと、ルボットアームになるんです、はい、インテール上の、はい、4.5 インチのランスティックっていう、ランスティック、はい、でちょっとこれがサイズでやったらこのままして行こうかなと思うんですけど、これもすごいもう斜めかし、リップの幅が入ってて、はい、テールの動きとかもすごい濡れてるし、まあいろんなリップがありまして、はい、そうですね、これはピックテールスイマー、ピックテールスイマー、はい、テールの形がギターのピックみたいな、あピックテールスイマーです、はい、で、まあこれもできるだけもボディは本当に安定して、巻いてきたらまっすぐ、ロールも入らずにテールだけがフラフラと、ナチュラル系のアームで、ちょっと素材も柔らかいんで、結構早いところから初速からちゃんと動いてくれます。ちなみにこの一番大きいのでおいくらぐらいなんですか？1100円。1100円ですかこれ、はい、で、これは確か900円、6インチで900円ですか？インチで下が800円、下が5インチ、これだってだいたいこのサイズでトリプルウックとかこのいろんなの考えたらだいたい2500円前後ぐらいで、頑張らさせて頑張りすぎな、大丈夫なんですかこれ、頑張りすぎじゃないですか、みんな使っていただけたら、はい、1100円で7インチのこういったのが遊べるような時代なんですね今、まあ、はい、こっちの羽物はユーチューバーさんとかも結構取り扱ってくれて、はい、うちでは割と売れ筋なんで知ってる方いるかと思うんですけど、はい、ザックロールですね、ザックロール、はい、ザックロールの、羽根の方がヤジロベイで、はい、前にカップがついてるのがハートブラスターというタイプで、はい、まあ、ザックロールでヤジロベイの方が、まあ、すごいデッドスローから負ける初速がもうすごい、なんていうの、着水して風の動き、ラインが風で折られたぐらいでフラフラフラってなるぐらい初速に突破したルアー、でも点末で投げてそこで無心みたいなフラフラフラって投げて、この片方のこっちのハートブラスターで、はい、スターバグでノイジー系の、ものになるんですけど、こっちは割と、ザックロールやじろべいで今1000マッツに近いのかな、巻きながら使っていただくというのなんですけど、ちょっとこれも、ボリューミーで浮き姿勢もちょっと触りながらやるとあれなんですけど、初速を上げるために浮き姿勢もギリギリまで水面の下に
ボディが沈む、頭だけちょっと出るような形で、巻き出しからも水が噛みますよっていうぐらいの姿勢で作ったりとか、ちょっと細部もいろいろセッティングも細かく考えて作ってるんで、はい、一番いいとこに位置しているのがこの羽物ですよね。これまだちょっと発売が5、6月を予定してたんですよ、はい、着長もしかしたら遅れるかもしれないんですけど、はい、ホースミックスって言って、僕らの方でも一番目玉商品としてホースミックス、はい、これも、まあ、ザックロールがさっき言った点の釣りだったら、こっちは線の釣りというか、ショアライン材を引いたりとか、割とノーマルリトリーブぐらいから、使うのを想定して作ったんですけど、今ちょっと羽の形をこれと原品と変えてて、デッドスローからそういうノーマルリトリーバーでちゃんと動くものに変えていこうかなっていうところにセッティング出しをし直して、ちょっとそこの調整でね、納期が若干押しちゃってるところもあるんですけど、まあすごいいいものになって上がってくるのは間違いないんで、やっぱお安めに提供したいなっていうところで、2850円ぐらいで想定して今やってるところですね。わー、全部結構綺麗なんだけど買いやすい値段っていうイメージなんで、メーカー名だけ、はい、メーカーさんも写してもらったらアダスタですね。アダスタ、アダスタです、はい。ちょっと恥ずかしいですけど、ありがとうございます。はい、というわけでですね、アダスタブースね、結構ね、あ、なんか釣り具屋さんで見たことあんな、 SNS で見たことあるな、あ、こういうルアーメーカーだったんだという感じなんですけども、このね、ジャークスパイカーっていうミノ130ってことで、これがね新しく発売だよって、あとねその他にもいくつかルアー新しく出たみたいなんですけども、なんと今回ですね、これの、キャンペーンを行っているというのを教えてもらいまして、まあ、SNS でいいねとかして、まあ、それでね抽選でスペシャルカラーのこのねミノーがもらえちゃうっていうことで、これね、それでまあ釣った写真を投稿するのかなとかね、いろいろね大変なのかななんて思って、よくよく見るとね、ほんといいねボタンするだけでもしかしたらですね、ルアーがもらえちゃうかもしれないっていうことで、これはチャンスなんじゃないかななんて思うんで、ぜひですね、概要欄にもリンク先貼っておきますけども、まあアダスタでね Google で検索して、そうするとルアーメーカー出てきますんでね、でホームページ開くとですね、サタン島田さんがなんか昆布とのでっかいバス持ってる、トップページから始まって、で Facebook はこっちだよとかね、分かりやすく書いてあるんで、そこを開くとですね、キャンペーンプレゼントの概要が見ることができますので、まあその登録してね、いいねボタンとかシェアするともらえるというような感じになると思うんですけど、細かくはですね、ぜひそのホームページの方を見ていただければと思うんですが、まあね、早速せっかくなんでこのジャークスパイカーってね、開けてみますかね。横がちょっと封がしてあるので、カットして、神戸初のね、ルアーメーカーっていうことで、他の、なんていうかね、今の相場よりね若干安く、どのルアーも値段が設定されているっていうことで、でもねこれ結構ね細かい、まあ鱗の彫り込みであるとか、この顔周り見てください、これねえ、つぶらな瞳というか、まあ本当怪魚っていう感じのデザインで、まあ、好みは分かれるかもしれないんですけども、結構ね海外でこの日本の細かいデザインってことでね、高い評価を得ているっていうことで、でいよいよ日本でも本格的にですね、神戸初の日本のルアーメーカーということで、日本でもガンガン売っていこうぜということみたいなんですが、でまあよくあるね、だいたい最近の主流だと130っていうサイズだとフックとか、3本フックになるルアーが結構多いかなと思うんですけども、これはね2本フックね、でジャークスパイカー130って書いてあって、でアダスタってね、こう見えづらいですけどね、ちょっとね浮き彫りのような感じでここに、メーカーの名前があって、でね全体的にいくとこう逆三角形のシルエットのボディがね、こう下に向けてシュッとなるような逆三角形のシルエットのね、
で動画とかで見ると、まあ、このリップの形状と相まって比較的ローリング主体の動きに見えるんですよね。ウォーボリングっていうのがこう横にこう振る動きだとすると、このねルアーのね水中映像とか見るとね、こうローリングに若干お尻が振るかなみたいな感じの、比較的ねこうローリング主体の動きで、でまあジャークスパイカーっていうことなんで、多分ねジャークこうバシッバシッってやると、機敏に反応してくれるんじゃないかなって。中にはねちょっと透明じゃないんで分かんないんですけども、まあ明らかに重心移動が入っている、なんだろうね、まだ投げてないんで何とも言えないんですけど、この重りがスコーンって後ろに行く感じから結構ね飛距離も期待できるんじゃないかなって。リップがこういうちょっとね寝たような感じの、取り付けになっているので、飛距離なんかもパーンって飛んでいってくれるんではないかなとかね、全部ね今予想で話してるんですけども、まあせっかくねこうやってお預かりすることができたんで、ちょっとねいろいろ試してみて、春先って言ったらまあミノーの釣りが多くなってきますからね。ただねちょっとお花見の時期だけね自分忙しくてあんまりね実調に行けない可能性があるんですけども、ただね春のシーズン過ぎても今度はそれぐらいからシーバスの釣りね、東京の方なんで千葉とかね鈴木釣りが盛んなんで、そういったところでねこういった130の長さのミノーっていうのはもうねめちゃくちゃ活躍するんで、バリソンミノーとかルドラとかね、あとラパラのちょっと大きめのサイズ、あれは11とかですけども、そういった身のねいろいろ持って行って、でそこで味変じゃないですけどね、ちょっとカラーを変えたりアクションを変えたりっていう感じで、数を重ねていくっていう釣りなんかも好きなので、そんな時にねトッピング的にこういった新しいねまだ魚が見たことないであろうね身のとかもちょっとね積極的に投入していこうかななんていう風に考えております。というわけで、あとはね後ろに説明書いてありますね。これねジャークスパイカーの130、ジャークスパイカーはモンスターフィッシュに対応するためボディ素材の肉厚はもとより内部構造でも強度向上を図っている。 130mm のロングボディ内部は細かく各液で仕切られた構造とし、各方向からの衝撃圧力に耐えうる設計としている。またリップ部分はスローリトリーブからアクションレスポンス向上のため、強度確保上限界の薄さまで削り込み、わずかな水流でも動き始めるように切り詰めた設計としたということで、結構ね肉厚なボディで、まあちょっと海外の怪魚釣りなんかも想定してるよっていうことなんですけど、まあよく使うのはねブラックバス釣りだと思うのでね、まあでもね丈夫だとねありがたいですね。結構おかっぱりとかで護岸際とか投げるときにねパリコーンってねぶつかって、ね、すぐね浸水しちゃったなんていうとね大変なので、まあそこら辺もまだね使ってみないと何とも言えないんですけども、一応設計思想としては結構丈夫に作っているよということで、結構ねこのちょっと出てる藍の部分見ても結構ね太めのごっついね藍なんで、丈夫に作ってるよっていうのがね伝わってくるなんて、そんなデザインなんですね。それでねアダスタさんからはねこれ以外にもねワームとかいくつかですねルアーをお預かりすることができたので、またねタイミングを見て紹介ですとか、あとは実際に使ってる様子なんかもね動画にしていければと思いますのでご注目ください。というわけで本日の釣りコー TV は名古屋のねキープキャストアダスタというねルアーメーカー見に行ったところを、いろいろとねこれジャークスパイカーのですねキャンペーンを教えてもらったり、まあすいませんちょっとねルアー分けてもらっちゃったりね、お預かりしましたということで大切に使わせていただきますということで、ぜひですねアダスタのホームページ見ていただければと思います。というわけで、釣りコー TV でした。